どうもちょっとした気づき、がありましたんで、シェアさせていただきたいと思います。今ちょっと朝ね、ちょっと食材を買いにね、スーパーに行ったんです。でスーパー行った帰りですね、帰りに、通る道ですごい細い道があるんですね。歩いてる人がこう通り過ぎるので、ちょっとこうどういうんですか、こうちょっとこうずらしながら、ちょっとこう斜めにしてこう通るぐらいの狭さのところでね、下から自転車の方が来られたんですね。で自転車の方が来られて、で僕も完全に避けて、相手もちょっとこう遠慮気味にこう通るっていうところがあったんですけども、こういう時っていうのはね、やっぱり自転車の方がですね、すいませんってちょっと一言ねこう言っていただくと、こちらもとしてもなんかいえいえっていう気持ちになるんですけどもね、その方もねちょっと悪いなと思って通ってはるんでね、全然いいんですけども、まあ言わんは、その人のことなんで何とも言えないですけども、こういう時はねやっぱり僕が自転車の立場だったら、すいませんって言って、すいませんちょっとごめんなさい言って通ろうというふうに、思いました。でこの一言があるだけでね、だいぶ相手の印象が変わってくると思うんで、それをしないといけないなということを思いました。ちょっと今日感じたことですね。それでどうこうということではないんですけども、そうした方がいいなというふうにちょっと、僕が思ったんでね、ちょっとそういうことを気づきというかね、そういうのがありました。まあまあ、そういう意味ではちょっと一つ勉強になったなと。やっぱこういう時は心で思ってても、声出した方がいいんじゃないかなというふうに、思いました。例えばですね、こういうこともあるじゃないですか。交通整理をしている警備員の方がね、車を止めてますよね。で車をこう仕事やから言って止めてるだけの人と、わざわざこう礼をしはる人ね、車に対して礼をしはる、止まってくれてありがとうということでこう礼をしはる人って言いはるんですよね。このね一つの行動をねするせえへんで、相手に持つ印象が全然変わってくるということですね。心がこもってるこもってへんは別としてね、心がこもってる方がもちろんいいんですけども、一応こう礼をするという、そういうことをすると、待ってる方もね、まあしゃあないなという感じにこうなるんですよね。ほんでちょっとこう穏やかになるという、やっぱちょっと平和になるというかね、そういうことがあると思うんで、一つの言葉とか一つの行動、これをね、邪魔くさがらずにねしっかりこうやっていこうと、思いましたね。それをすることがやっぱりこう円滑にこう回っていくことじゃないかなというふうに、思いました。今日はねちょっとその買い物帰りにねちょっとした気づきがあったんで、シェアさせていただきました。以上になります。ありがとうございます。